冒険者の皆さん、こんばんは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。今夜もエオルゼアニュースの時間がやってきました。プレイステーションストアにて、PS4 向けダウンロード版ファイナルファンタジー14スターターパックが、2020年5月22日から無料で提供されています。FF14 スターターパックは、通常の本体価格は税込み2420円です。漆黒のピランツなどの拡張パッケージは含まれていませんが、新生エオルゼアのストーリーやバトルなど、FF14 の基本的な内容を体験するには十分すぎるパッケージです。また、FF14 は月額課金制ですが、FF14 スターターパックには、あらかじめ30日分の無料プレイ期間が付属しているため、完全に無料で FF14 の世界を体験することが可能です。配布期間は5月26日12時頃までを予定しているそうです。PS4 を持っている方は、この機会にぜひ FF14 スターターパックをダウンロードして、FF14 をプレイしてみてはいかがでしょうか。以上、本日のエオルゼアニュースでした。あなたの冒険が始まるのはいつですか？